お、あたさこニコニコ、あたさこニコニコ、あたさこニコニコ、あたニコ、ピッポッパッポッパッポッパーン、ピッポッパッポッパッポッパーン。え？貨物脇。貨物で最後診察側に向かってる慎太郎くん見てます。おまおじ七子高田慎太郎脇貨物。はた。おまおじさんその証言は結構まずいですよ。え？ふてはし系、ネロちゃん、かたさこ、四人でメイン脇でエレキ行ってて来てないですよ。あのもう僕が診察ダウンロードまで見えてます。でも停電になる、だいたい5秒前ぐらいに下に向かって慎太郎くん見てる。七子さん視点でおまおじが陣外ってかなり少ないと思っていて、なぜならこのターンもう5秒前ぐらいから停電前に待機していて、でしかも実際直してるのもおまおじのはず、ね、俺が直してる、うん、なのでマッドでもない。まあゴミ箱抜いて上戻ったとかないですか、覚え毛行ったとかそういうのは。ああ、まあ分からんけど、でも、うん、普通に考えたら覚え毛からゴミ箱行くんかなと思うから。いや、ごめんなさい、畑さんがそんなとこまで行けてるとはつゆ知らず、エレキにとどまってると思って、あのここ4人白みたいな雰囲気出しちゃったけど、畑さんの位置は分かんなかったんで、やっぱり何でもない。僕が一番先行してるはずで、うん、A さんが多分後ろにいて、僕が診察のダウンロードくらいまでは見えてる。診察の芯の左じゃあエレキメイン組で畑さんが一番あれか、畑さんから他に全員白ってことか。そうですね、そうなる、うんうん、はい、富士名は無理ですね。うん、よし、あがき現エンジン単脇エンジン配線武器庫銃拾うだけ拾ってキッチン入って終わりです。誰と待ってません、まあ、仮に僕がそこで切ったとして後ろから K さんが来てそうなの僕は分かってたから、そう、めっちゃ白くが見える、エレキ組がそのバイタル方向に来た瞬間バレる切るにはなるなとは。馬おじさんして七子さんは無理、絶対無理。じゃあ高田さんの弁当あるってことですか、俺の真横にいるから。まあ、弁当というか高田さんアーカイブ脇、うん、俺貨物脇で最後はラウンジ配線。あ、貨物脇アーカイブ脇はいないんすっけ、いない。まあケープテネルは大丈夫なんだもんね。うん、大丈夫大丈夫。まあ、まあ、俺が思うじ、まあ、そうくらいか。そう、だから私がアーカイブ湧いてるのを嘘ついてるケースが一応あるなと思って。奈良子さんからおまおじに白出せるわけではない。あ、俺からおまおじに白は出せるはずだけど、おまおじから俺には白出ないんじゃないかなとは思ってた。いや、停電直した瞬間に見えた、横にいるのが。それって白、まあ、出せるんだったらもう、まあ、その前からずっといるから。なるほどね。多分あの俺目線のがクリアだと思うからみんなに話しておくけど、俺初めに覚えゲーに入ってるんですよ、うん、で覚えゲー入ってあの宝石の数確認した後にあのもうやることねえから停電前行こうと思ったらもうすでにおまおじが待機していた状態で、実そこからちょっと時間が経って停電になっておまおじが直しているっていう状態なのね、うん、なのでまあだから要するに俺が覚えゲーから出た後に太郎ちゃんバーンって切ってそっちに向かってる可能性も全視点ではあるわけじゃない、うんうん、だからおまおじから俺に白出ないかなと思ったんだけど、まあ結構多分停電前のところで待機してる時間が2人して長かったから、めちゃめちゃ2人でいたのが長かったから考えにくいって思ったんじゃないかなと思っている。で俺視点で言うとベントで飛んできて、あのベント下ぐらいのところからあのバイタルらへん、まあ要するに太郎ちゃんがバイタル行ったけど停電だから戻ろうって言ってキルをされてる可能性はある。畑さんももちろん候補者になるって感じ。ベント使えるのは多分源さんぐらいしかいないんじゃない。うん、まあ高田さんもシンプルタコルートが、まあ、うん、俺をね容疑者にあげれば俺は絶対対抗7個かおまおじにあげますね。ちなみに両方とも人外だと思ってます。俺の視点から述べると、俺は相手おまおじが速攻した、慎太郎七子が貨物の真ん中で停止で俺が上に行ったのね、うん、
で、7個から慎太郎の情報がまず先に出ないのが変だし、おまじって速攻下行ってるはずで、その慎太郎の動きを明確に提示できないおまじもおかしいと思ってるので、なんか覚えゲー行ってから、なんかゴミ抜きしたのかっていう表現が俺変だと思ってるから、7おまはあんまり繋がってるようには見えないですけどね。これは俺がもし人が一で上げられる場合はどっちか必ず太鼓に上げるとだけ先に、まあ止まってたのが本当の七子さんは証言できるはずですけどね。いやそうなんだよな、新七止まっててお前おじした俺上だからなんか変だなと思って、俺の動きはさっき見た通り初めに湧いてマップで確認で覚えゲーがあるから覚えゲー確認、まあ、まあそう、それもう分かる。七子さんというか新太郎がどこに行ったかっていうの、あんま知らんだ、下っぽいのはあるんじゃないと思ったぐらいで、まあ俺もね下っぽいとはでも思ってる、俺が上に行ってるから見えてるって感じです。だとしたら、まあまあでもそれかあれか、配電盤の前で待機してれば、俺がそのまま切り返して切るか。片さこ弦2択みたいな感じに見えるけどな、貨物脇4人でそんなに見られてる状況でわざわざ切る必要ないと思うから。まあまあそれも、あ、現実メイン大量、メイン大量脇の方に聞きたいんですけど、結構メインの滞在時間って長かった。いや、現実は普通に赤い分岐があるんじゃない。もうエネルギーで全員 見てるって、あと私がやってる場合だからアーカイブの方がありえるかなと思うんですけど、その場合さっきの話聞いた高田さんと私合いそうじゃねとも思ったんですが、次ちょっと積極的に俺サボ直します。合わないじゃん。合わない。ミーティング行くんかな、ボタン押しそうだよな。はい、出て直しました。マット否定します。右から2番目と一番最後左上げ、はい、これさ、はい、K さんってさプテ走ってミーティングいた、はい、来てたけどボタン待機はしてなかった感じ、うん、あじゃあ K さんに任せて降りてます。あじゃあ K さん今合ってます、合ってます、一番左最後、はい、だから七子さんマットじゃないことこれ証明できたんで、おまななが、もし繋がってる場合は両インポスターしかない。なるほどね、じゃあなさそうだ、はい。で、まあこれは心象の問題でしかないけど、あれ初手だったんで、初手でいきなりバイタルのダウンロード行くのはほぼ終わらないと思うんじゃないかなと思うので、あんま動き的には来るっぽくないなって思いました。あたすかに対して、まあ、確かに、初手で一番初手でしょ、初手10秒キルクールのあのタイミングでバイタルダウンロードは、あ、いや、ダウンロードしに行ったわけじゃなくて、そこまで確認できたっていう、たっかさんは。あー、なるほど、ごめん。あ、じゃあ、バイタルのダウンロード1まで行ったってだけなんだね。了解しました。まあ、そうですね。そう、僕も言わせてもらえば、おまじさんは、その、七子さんに監視路出るはずがないのに出るっていう証言を続けてるから変だな。いや、だから、めちゃめちゃ早くから配電盤前で一緒にいたのよ。いやそれは分かりますよ。気持ちで、あのやりづらいは分かるけど、白が出ると明言してるのがおかしいと思って。なので俺が訂正しました。出るはずないけど、多分新章で白でしょっていうことを訂正しました。え、いいですか、はい、さっきの原高問題だけど、合わないですよね。高田さんってラウンジまででしょ、ラウンジ配線についてもあり。ああ、そう。うん。原さんはエンジンから私の白は、うん、出ないと思う。右に突っ切った場合、誰とも会えない。エンジン脇の脇の層が一番追いづらいかなと思ったけど、私は結論だからエンジン脇でも赤い脇でも私は切る可能ってことっすよね、うん、いや可能は可能だけど、原産王くらいなら高田さんの方が全然、まあそう、じゃあ可能じゃないとは思うけど、まあまあ俺は釣るんなら畑さこ単釣り派ですけど、まあ、俺がもし釣り位置に上げられる場合絶対誰か対抗に上げますね。 100% その人釣ってほしい。ちなみに剣士ができるのでアーカイブから弁当で戻ってのみです。はい、U ターンがあるんじゃない、配電盤待機が長かったっていうのは。 U ターンは俺か、U ターンはすれ違う、絶対に絶対すれ違う、うん、絶対に、おまおじとナロコって速攻配電盤に行ってないから絶対に、だから、うん、そう、速攻配電盤に行ってる場合は俺がその配電盤前待機をするして下に切り返せるけど、一旦別の動きしてから配電盤行ってるはずだから、特に俺とすれ違うから絶対。停電直した後ってどこまで行けたんでしたっけ。結構早くボタン押したでもすぐすぐすぐ速攻だよ、すぐ入ってる、すぐ入ってる、まあ、確かに。じゃあ弁当ぐらいか、奥のタスクしてもね、出る最中ぐらいだったね。まあってなるとやっぱ、まあ、畑さこ筆頭にはな、まあ、畑源がやっぱ一方だよね、いいと思うけど、うん、シンプルに、うん、なんかまあさっきも言ったけど、後ろから来てる人がいますからね、俺は。詰まっちゃうかーん、詰まっちゃうかーん、詰まっちゃうかーん。
ボタン押すんかな。内房。内房。まあ、一応、はたさこさん直前まで見てたのが僕で、エレキの入り口ぐらいではたさん分かれて、本当にすぐあのボタンだったから、切れたとしても、バイタルのところぐらい、せいぜい。で、そこは見えてないから、はたさんは白出せないけど、もしはたさんがインポスターだったら、あ、羊がいけなんて、どうせこんやろ目悪いしこいつって相当なめてキリしたかなっていうぐらい。まあでもそうだよね、エレキにいた組からしたらなんかハタサコ切るのかなっていう感じはするんだよ。いやだってこれハタサコがさ、うん、切って後ろ追従してきた人いたらハタサコインポスター書くってことでしょ。ボタンがちょっとでも遅れたら僕発見してたから。そうそうそう、切らなさそうだなと。もうさんのタスクとか行動をもう一回聞いていいですか。俺は脇一番最初下のゴミ抜きだけしてもう配電満待機。うんうん、直してって感じか。そうで、その時に七子が覚えから覚えに入っていくのだけ見た。え、停電待機の時間が長かったっていうのは停電になる直前の話、それともちょっと前の話なの。まあもう前、停電になるかなり前から俺はずっとぼったっちゃって、それを一緒に七子さんと待ってたってこと。やってた。ちょっと俺の方が早かった、七子よりも。ああ、なるほどね。ゴミ抜きって時間かけました。うん、ゴミ抜きバイタル、もうほぼすぐほぼすぐだったら、慎太郎が下に抜けてたら、あれ、そのゴミ抜きのタイミングで下に行ったと思ったんだ。ゴミ抜き終わって、配電盤前に行こうとする動作で上に行くときに、慎太郎君とすれ違ってるから、下に行く、うんうん。まあそうね、慎太郎必ず絶対止まってたから、湧いてすぐは。いやと思う、ずっと、うん、でお前は速攻下、俺速攻上だから。なんか、スポーン1から慎太郎君は多分下に向かってるっていう感じ、うん。そうね、そうだと思うね。マオジュタが場合はもうなおまダブルインポスターしかない、うん、もうないと思う。でその俺にさっきまだ黒の疑いをかけようとした畑坂君がすごく人外っぽく見えた。いや、まあ、僕は七子さんから言われたから僕だって言うことはありますよっていう話を言ってる。畑坂現時点でさ、今の話を踏まえて七子さんと源さんとどっちのがそれっぽく見える。僕は七子だと思ってます。七子さん、まあ、スイッチもあるしね、別に配電盤に関しては。七子さんに関しては確実に見えてるから七子さんインポスターだと思うから七子さんとがいい、釣られるんだったらね。スイッチしてる場合じゃあ俺は強人ってこと。いや、まあ知らないですけど。いや、7個はもう見てるから、さっき配電盤。いや、だからそこを2人がだったら変わんなくないですか、それは。何言われようと。さっきゲンさんと7ゲンで見た回もありました。だからゲン7個さんはインポスターで、お前さんは分かりませんって感じです。エンジン湧き多すぎない。こんなボタン入るならもうローラーしてもいいのかな。いや、もう逆にじゃない、逆にな気がする。これ結論出なさそうじゃない。多分旗7弦で多分みんな精査つかないんじゃないって思いました。多分旗おまのその主張って、まあなんか客観視点な、あのおまおじさんから七子さんに白って出なくねって、確実に出なくね、七子さんが自分で出ないと思ったって言ってるぐらい出なくねって言ってるっていう主張をしてて、はい、でだったら畑迫もその計算視点でかなりやりにくいっていう主張をしようとしてるっていうふうにしか見えないから、なんかあんまりなんか不毛な争いしてるなとしか思わん。結果畑七でダブルクルーの世界線は全然あるなと思ったんで、うん、俺もさっきスキップあるかね。まあ藤宮の議論が原産インポスター知ってそうって思ってるんだけどな。いや、僕はたさってくれてありますね。いや、だって原産が脇偽装って一番難しいやつだよ。いや、でも脇偽装じゃなくてもエンジン脇メインシャワーのベントからの貨物は分かるじゃないですか。脇偽装よりはそっち側かなと思ったんや、原産がいる場合は。それはあるか。うん、これね、ちなみに私、自分が白だから強調したいんですけど、はたげん7オマタカとか、この辺のどこかは多分、今、つっといた方が村勝ちやすくないですか。結局だってこの後2キロ入って、白が釣られる世界線の方が私は村巻きやすいかなと思ったんですけど、どっか釣るって言ったらどういいんですか、原産。まあ、それは畑さこではあるけどね。でこれは別に私が釣られるリスクももちろん、まあ、原産はさっきのボタンをインポスターで押すんかなっていうのが俺の中ではあったから、
まあ押す、絶対俺が見てるから、ケンさん。あ、なるほどね。うん、さっきも言ったけど、俺がいるんだったら七子様に釣ってください。うん、なんか、ニツリさんを対抗にあげるところだな。ニツリは、白潮が怖いから、こそ、息釣りで止めた方が。ニツリしたら、多分ほぼボタンなくなると思う。じゃあ、釣らないでほしい。タスクで行ってほしい。だゲンさんとしてめっちゃクルっぽいな。いや、1釣り入れたい気持ちは分かる。そう、1釣りだけ入れて待つ方が、クルでもいいから1釣り入れたい、うん、その 2枚釣れるじゃないですか。かなりコスパのいい2枚の釣り方ができると思ってます。あそこでいいと思うよ。2キル入ったら多分、そこどこ釣るかなんか一番白い方にもお任せするんで。現状。私も含めていいから。まあ、俺の陣が割れたあれだけど。チェリフ使用して、釣らないっていう選択取りたいです。なんでかっていうとね、僕視点も畑さこがね、やりにくいんですよね。これ、ケイさんが真後ろにいたって言ってたけど、僕、ケイさんと画面上で同列なんですよね。うん、言いましたよね、プテさんもね。なんでね、うん、なんか畑さこにが一番 HP 下がってるけど、ちょっとね。まあまあ、畑さこが陣外の場合、ケイさんまで陣外なんじゃない？まあ、それは、まあ、ダブキル狙ってた方があるかもね。そのぐらいだよな。なんか、停電だけ直してるっていうのだけ、じゃあ共有しておきます。はい。直しました。畑迫が、死体をスルーしてる人物なんで、ああ、はい、結局そうなるんだったらまあやっぱ合ってんだな。場所はどこですか？あ、アーカイブ下。おばずさんはできません。はい、先というか。これ俺が人僕。ネロちゃんできないな、アーカイブ下だと。高さんもできない。どうしますし。でメイン脇なはず、メイン脇でシャワーまでは来てて、そこからは分かんない。七子さんの情報もちょっと聞きたい。はい、藤宮と一緒にあのシャワールームの、最後配線タスクをやった後、藤宮が多分下下がってるはず。俺が上側アーカイブ受けてったら、アーカイブから下に降りてくる黄色が見えて、その後死体発見という流れ。なので藤宮も、近くいるよ。シャワー下かメインかそれぐらいのところにいるはず。あそこ通ってはいるんですけど、停電中だったから僕七子さんのことは見えておらず、シャワーメインって抜けて、あ、抜けようとしてるところ、あのシャワーメインの扉は開いてない今。おまおじの白が取れたら多分奈々子さんの白まで取れるはずだ。このターンおまおじで白取れる。ゲンさんから白って。はい。おまおじさんで今キッチンにいます。左側では。まあ藤宮のキルではないんじゃない？それは。まあそう。奈々子さん一応おまおじさんマットかなっていうふうには思ってます。おまおじさんのマットは私しても追います。はい。おうちしたいってちなみに。その辺なんじゃない？で、プテはその辺に多分いますよ。メインシャワーアーカイブ。メインやってどこ行ったんこれ。俺今、貨物の配線にいますよ。あ、これちょっと待って。メインシャワーえ貨物の配線アーカイブ。貨物の配線。貨物の配線。貨物の配線は絶対ないと思うけど、僕、停電直してそこまで戻ってるから。今、貨物の配線やってますよ、俺。メインで、暗室からシャワーアーカイブの本タスクの残りをやって、ラウンジ、貨物の配線タスクの残り。まあ、ちなみに貨物で僕停電直してて、メイヤさん見えてないです。で、ネロちゃんできない、ゲンオマできない、ダナコはないんだったら、ハタメイケイ全部人外じゃね、うん、いや、僕まで、俺じゃなくて、ハタケイになんじゃない？メイケイはわかんないけど、まあ、ハタケイ。だって、タカネロがね、そこに関与できなくて、ゲンオマそこに関与できないでしょ。そう、ハタメイで人外かなと僕は思うけど、あの全視点でハタサコマットあると思うんで、急いでボタン押してほしいかな。俺はもうボタン押してるんで、まあハタサコマットあると迷宮インポスターインポスター、ナオコさんに1票入ったから多分、まあ一応まあ僕ですよ。サバ直していきます。やった、見に行きます。絶対釣ってください。
ほいほいほい。はい。ナイボ。ナイス。そもそもなんですけど、まあ、K さんは1対抗で良さそうなんだけど、プテってハタサコ以外に死人ってあるんですか？これ俺が発見したってあれどっちだった？ミヤちゃんだったプテだった？藤宮だった。あ、ミヤちゃんか。じゃあごめん、ちょっと分かんなくなっちゃった。なんかその辺にいるって言ってませんでした？藤宮も。いや、藤宮がいたので藤宮の死体発見だったからごめん。藤宮死体って言ったと思った。プテもその辺にいるみたいな。そのあたりなんですよね。っていうのはハタサコからしか出てないですけどね、多分。あ、そうなんだ。うん、まあでも名形を取れず対抗でしょ。あ、そうだ、うん、対抗対抗計算してでそうなるんだったらで多分みんなの視点で差がつかないからどこで差をつける情報を出せるかなと思って悩んでて、一応停電直したっていうのがまず僕しか出ていないところで、まあ、貨物かもしくは昇降機のその右くらいしか行けないわけじゃないですか。プテさんのキル僕はしてたとしたら、まあ、そこにはいるっていう形になって、だいたい停電直って3秒後ぐらいに確かピンポンパンだったと思うんですよ。しょ、なんか現です。初手キル K 旗二郎だったから K さんが旗さんをかぶった説。いや、そう見えるのも分かるんですけど、それね、プテさんもネロちゃんもいるんですよ。でもね、メイヤもかばってると思うよ。ああ、旗さんを間接的に。おまおじにめっちゃヘイト向けてたから。いや、向け、俺はおまおじと奈々子さんは同陣営じゃ、あ、同陣営じゃなさそうって、二陣外はなさそうだっていう話をしてますよ。だから、まあ、メイ系は同じぐらいかなと。うん、まあここがインパスあったらいいけどって感じかな。プテさんかばったけど、プテさんもほぼ同じ位置にいたから、まあ、プテさんも言ってた通り、そうセリフ視点でできないっていう主張は確かにありましたね。そうなんで僕とプテさん同じようにできないと思っちゃったんですよ。なんですいません、あの仲間に見えるのは分かるんですけど、まあおまけを追わないんであればここを釣り切りで終わるかもしれないけど、マットクルーの可能性があるかなと思ってます。おまおじのマット、あ、ないないない。あの、おまおじでどっちもマット否定できてる。停電直してるから。ゲンさんも直してるし、おまおじも直してる。違う違う違う。定名屋が、そうだよね。マットクルーだったら。ああ、そういうことね。それはそうね。最悪の場合は、貨物でプテが停電直してて。あ、でもそれは成り立たないか。でも、名系はとりあえずどっちかつってもいいし、ね。あ、いいと思いますよ。うん。対抗だから。だって7人だし、対抗だから。うん。名系がマット。マジリでいや別にマットマジリマットマジリでもそれは関係ないから、うん、でできる人間があればいいと思うから。オッケー、これで僕マットないってことも分かってると思うので、6人生存で明日絶対続くのでボタン全力でいってください。マットで、はい、あれきついね。ボタンあんのっちゅう話ですよ、そもそもね。あんなクソボタンばっかり押していて、ボタンがそもそもあるのっちゅう話ですよね。ボタンがそもそもあるのっちゅう話なんですよ、これ。オッケー、ボタンがないんじゃないのっちゅう話なんですよ、これ。押されるか。ゲンさんは1回目の停電だと、昇降機左側にヌーンで向かってますね。ボタンばっか押してるとこうなっちゃいますよ。こうなっちゃうんだよね。あーゲーバー、そのボタンばっか押してるからだよ。ケーシーがもうアーカイブの上にいました。終わりです。負けました。最悪や、これ俺が悪いわ。スキップします。終わりますか。終わります。どう耐えたの。いや、マジで祖母のおかげやで。うろちょろしすぎた。これは神ゲー。これでもシェリフ、あれシェリフはプテだよな。オッケー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 。僕しかもイビルです。
って。これクソイビル来た、これ。おい、ごめんね。マジ。ナイスさん。やられた。やられた。いやマジで。下井さん、なんか探しに行けばよかった。ナイス。どっちが先に死んでんやろ。ゲンさんが先に死んでんすかねこれ。ゲン、いや浅田さんかな。あー、じゃあどの道無理か。ナイス。ナイスさん。マジで。いや、ありがとうございます。いや、俺はハタサコ神切りです。ねえ、ハタサコの神切りありませんね、マジ。ゴリゴリ参考だったので。いやいやいや、俺はね、セリフ視点でもめちゃくちゃないと思ってたんだよな。マジで見たね。ブルーだと思った。ハタさん。まあ、ニクルーから白めっちゃ出てたから。うん。